特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまの独り言。スパイダークモの巣、ジェラミーを語ろう。どうも、ゆうちゃまです。ジェラミーの言葉回し、僕大好きなんですよね。おやおやとか、はじめの語りの部分で、なんちゃらでした。とさとかね。語り部として印象が強いんですよね。追加戦士が語り部って、なんか今までに見てない試みでしたね。うん。追加戦士の立ち位置が、また最近大きく変わってきてるような気がします。映画での扱いとかね、特に追加戦士はもっと増えてほしいなって思ってます。ゆうちゃまです。なんか、まあ、致し方ないと思うんですよ。なんかこう、中盤に、まあ、出てくる追加戦士ってまだキャラが定まってないんで、映画の撮影するときに、そこまでこう、キャラが定まってない状態で、ちょっと作らなきゃいけない、絵を撮っていかないといけないっていうのがあると思うんですけど、なんかちょっと追加戦士、もっとね、立場を、こう、なんか、広く、大きくしていってほしいなって願ってます。追加戦士、スパイダークモの巣、かっこいいですよね。デザインが新しいと言いますか、スタイリッシュ。ちょっとダークヒーロー的な佇まいなんですけど、味方になってくれてよかったです。あの王様たちもだいぶ個性は強いんですけど、ジェラミーもだいぶ癖強いですよね。もうね、ジェラミーのあの屈託のない笑顔が最高なんですよね。あのスマイルは人を幸せにしてくれますよね。で、僕ちょっとウィキペディア見てて驚いてたんですけど、僕24なんですよ。今語ってるゆうちゃま24になるんですけど、同い年なんですよ、俳優さん。ジェラミーの俳優さん、池田雅史さん。99年生まれ。いや、びっくりしました。もう、なんか、同い年の人が、特撮に出てるみたいな。最近あるんですけどね、全然もう、ライダーとか戦隊の俳優さんが自分より若いみたいな。なんか悲しくなってきましたよね。なんて言えばいいんでしょう。もう、なんか、いやー、自分より年下の人が特撮ヒーローをもうやってるんだって、なんか時の流れを感じます、うん、でもちょっと嬉しいですね、同い年の人がそうやって活躍されてることは、うん、ということなんですけど、ジェラミーね、行間のネタがね、面白いですよね、まあ、現実では行間を読むってつまり察するみたいな感じだと思うんですけど、言葉にしないけど伝わることって難しいものがありますよね。ジェラミーって追加戦士としては最高のエッセンスですよね。追加戦士ってやっぱり最初の戦隊メンバー5人と溶け込むのってちょっとね、また変わってくると思うんですよ、関係性とか関係値とか。でもジェラミーはちょっとした今までとは違うその5人の中にポツンって入ったなんか立ち位置の追加戦士だったなって思います。キングオージャーのそれぞれの個性にまた一つ独特な個性が入ってきたというか、ジェラミーの俳優さん、すごい表情豊かで、ちょっとした意味深な表情とか、なんか表情豊かな俳優さんですよね、うん、なのでなんかこう今後もね、なんかメディアで活躍してほしい役者さんの一人だなって思ってます。うん、戦隊俳優さんはこういう活躍の応援もできるのが楽しみですよね。活躍してほしいです。池田雅史さん、ジェラミーいいキャラでしたね。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。